からドキドキの頑張ったシーン。まずは比嘉愛未さん。大動脈確認した。大動脈遮断開始。はい。あ、ない。ない。ハサミが出ちゃったんですね。残念。お次は浅利陽介さん。今日もまたこの顔か。どういう意味ですか。もううんざりなんだよ。昨日から36時間勤務。消毒液の匂いとお前らの感情がうんざりで、もう一回お願いします。すいません。いやいやいや、落ち着いて。まあ冗談ですよね。そしてこのシーン。しょうがないだろう。何かを取られたと思い込むのは認知症の症状の一つだ。それに貧乏な上に孫まで引き取って育てたんだ。誰だって金にうるさくなるさ。ちょっとごめんなさい。あのね、ずっとお腹がグーグー言ってんだ。聞こえたっすけどね。拙者。拙者。お主どうした。助けてください。すごいお腹空いちゃってたんですね。コードブルーも頑張りました。2回も聞こえたでしょ。